はい、ということで、新野駅、西九条駅に到着です。こちらの乗降客数は 62,352 人ということで、まあ、結構多いですよね。6万人いるということで、そういう風な駅になってるんですけど、一応まあこの駅、まあ、あの夢咲線方面、ユニバーサルシティとかね、まあ、あのユニバーに行く人とかこの辺駅で乗り換えるわけですけども、まあ、あの利用者数じゃなくて乗降客数なんで、まあ、乗ったり降りたりするということでね、まあ、あの夢咲線での乗り換えはまあ関係なくて、まあ、あのどちらかというとあの奥に見えるですね阪神との乗り換えっていうのもあるんで、まあ、その辺がまあ結構大きいんちゃうのかなと思うんですけど、まあ、そんな感じで6万人、まあ、一応大阪市内のね、まあ、結構大阪にも天王寺にも難波にも近いような位置にあるんで、まあ、それは多いのも当たり前なんですけど、まあ、多分阪神との乗り換えもあるんでより多くなってるという感じだ気はしますね。で、まあ、次の駅はヌーの駅なんですけど、まあ、ヌーもあの最初の方に説明した通り新見駅の次の駅ということで、まあ、結構ねあの遠すぎて行けないような駅になってるんで、まあ、一応今回は、そこに行かずに、ヌーを飛ばして寝屋川公園ですね、寝屋川公園駅に今から向かいたいなと思います。ということで、まあ、あの学研都市線の駅なんで、まあ、結構ここから環状線、まあ、半分ぐらい回らなあかんのかな、京橋で乗り換えなんでちょっと時間はかかるんですけども、まあ、とりあえずそこの方に向かっていきたいなと思います。今行ってもおったな、そう3分しかなかったんですけど、まあ、正直その後の電車でも間に合うんで良かったんですけど、乗れるなら乗りたかったんですけど、まあ、どうせあれかな、学研都市線の乗り換えが結局なくて一緒かな、まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、一応次の電車は奇襲時快速みたいで、関空奇襲時快速じゃなくて普通の奇襲時快速だけみたいですね。この時間今もう12時ですけど走ってるんですね。これ元々のダイヤなんかな、まあいいや、とりあえず、まあ、あの寝屋川公園に向かいたいなと思います。ということで、根の駅根屋川公園到着です。まあ、こちらの駅の乗降客数なんですけど8762人ということで、まあ、一応1万人は行ってないような、まあ、8700人ということでね、まあ、そういう風な駅になってまして、まあ、あのこんな感じに、まあ、あのちょっと下にあるんですね、見た感じ。もともとねこの駅寝屋川公園駅という名前じゃなくてですね、確か東寝屋川駅という名前だったんですね、もともとだったんですけど、まああのまあ、一応ウィキペディアの方によりますと東寝屋川という地名がこの辺になかったみたいで、まあ、それで、まあ、あの寝屋川公園駅というふうな名前に変えたということで、確か2019年やったかな、多分その辺の2019年3月のダイヤ改正かな、多分そのタイミングで寝屋川公園駅に名前を改正したということで、そうですね、2019年の3月の16日に、のダイヤ改正に合わせて、解消されたみたいで、まあもともと東寝屋川駅だったみたいで、まああんまりこの辺来ないんで知らなかったんですけど、改名そんな全然僕記憶にないんですけどね、まああったみたいですね。あのでまあ寝屋川公園駅、8762人ということで、まあ、あのこういう風な駅になってるわけなんですけども、まあ、あの来る途中にね あれは近畿車両があっこの中をちらっとまあ見えたんで覗いてたんですけど、また225系の L 編成6両のやつまたいましたね。今どんぐらいのペースで作ってるんですか、結構な速いペースでできてますよね、しょっちゅう試運転もやってるような気もしますし、
なんか僕ももう何回か試運転見てるんですけど、結構増えてきてますよね。もうそろそろマラハでも走ってはないと思うんですけど、まあ、もうそろそろ走り出すんじゃないですかね。多分221系の転属ももうそろそろなんちゃうかなと思うんですけど、まあ、そうなってくると結構速いペースで進んでるんで、もしかしたらもう一気に201系もなくなっていく可能性もありますよね。まあ、だから早めに設定しておかないといけないんですけど、まあ、一応まあ次の駅は能野駅ということで、野崎駅、そちらの方、まあ、さっき通過したんですけど、またそっちの方に戻りまして、まあ、能野駅の野崎駅に今から向かっていきたいなと思います。ということで、能野駅、野崎駅に到着です。こちらの駅の乗降客数なんですけど、22,148 人ということで、まあ、さっきと比べると結構多いですね。で、まあ、一応区間快速、まあ、快速か、その辺は全部通過するみたいで、普通電車しか来ない、そういう風な駅になってます。確か昔になんか工事しとった時は、なんかこの駅で結構ミュージックホールが鳴ってたみたいですけど、工事が終わったみたいで、なんかホーム広なってますけど、確かこの駅でなんか工事しとってホームがめちゃくちゃ狭かったんで、結構、ね、ミュージックホーンが鳴ってた、快速通過するときに鳴ってたみたいな、そんな動画はね見たことあるんですけど、多分この駅だと思うんですけど、まあ、そんな置いといて、まあ、そういう風な、まあ、2万人利用する駅なんでね、まあ、それはまあホーム狭かったらなりやすいかなと。さっきも結構まあ乗ってくる人いますね、やっぱり。で、まあ、能の次の駅になるんですけど、まあ、能の次は、ハートで、まあ、花店かな、この辺で言うと。なんで、まあ、そちらの花店駅の方に向かいたいなと思います。まあ、このままね、乗り換えなしで行けるんで、この辺結構、近くて助かってるんですよ。寝屋川公園、野崎、花店としてるんで、まあ、そちらの方、花店の方に、このまま向かっていきます。まあ、普通しか止まらないので、15分に1本なんで、結構ね、まあ、時間あるんですけど、まあ、ちょっと待ってね、まあ、昼ご飯でも買いに行って、ちょっと一緒の間にそういう風にして、まあ、次の花店の方に向かいたいなと思います。ということで、ハーノ駅、花店駅に到着です。漢字で書くと、ね、放出って書くんですけど、こちら花店と見まして、大阪の、ね、まあ、難読地名で有名で、まあ、逆に読めない人が少なくなってくるような、逆にね、まあ、難読地名として有名な、まあ、モズとかもありますけども、まあ、そういうの置いといて、まあ、花店駅ということで、こちらの駅の乗降客数は3万4108人ということで、まあ、結構多いですよね。で、まあ、学研都市線と大阪東線の、ね、まあ、乗り換え駅となってまして、まあ、こちらのホームでそのまま、ね、対面乗り換えれることができまして、まあ、東線開業後は、ね、まあ、結構電車の本数も、ね、向こう方面に行く電車も増えてますけども、増えてますけどもって、まあ、東線が開通した分ですけどね、まあ、新大阪までここから行けるようになったということで、まあ、どうなんですか、ここから新大阪行く人とかはまあいるんですかね。まあ、路線がないよりかは絶対あった方がね便利なんでいいあれですけど、まあ多分どちらかというと、まあ大阪のね、まあ、南北、東の方で南北にね走る路線っていうのはほとんどないんですよ、今のところ。全部ね東西に走る路線ばっかりで、なんで、まあ東線が開業したことによって、まあ南北の路線網っていうのがね、あれもしかして乗らなあかん電車かな、まあまあいいや。で、まあそういう風に、南北移動がね、まあ、できるようになってね、まあ一応今のところ確かモノレールがどこやったかな、どっか近鉄の駅と あの辺のあれは何や、高速道路のところやね、
何駅の何駅の間だったかな。まあ、あのそういうそこの、まあ、あのモノレールが延伸して、まあ、南北の路線がもう一つ開業いつかするっていう話が出てたような気もするんですけど、まあ、あの数少ない大阪の東の方の南北路線ということで、まあ、結構あの重要にはなってくる路線なんですけども、この次の日の駅はですね平野駅ということで、まあ、大和路線なんでもう絶対あれ乗らなあかんのね、まあ、乗られ、まあ、間に合うかな、時間がないんでね、まあ、あのとりあえずまあ花店駅はこんな感じの紹介はこんな感じで、まあ、次はね、まああのまあ、無理やな諦めよう、まあ、あの思わないとあれ乗りたかったんですけど多分無理やな。で次平野駅なんですけども、まあ、大和路線の駅なんで、まあ、そっちの方に向かいたいなと思うんですけど、例えばあの321系のさっき乗ってた321系なんですけど、ディスプレイにあの大和路線の201系置き換えのあれが出てましたね。321系でとかそういう車内でも表示するんですね、そういう情報。まあ、あの10月の2日やったかな、なんかそんぐらいにそのあの201系を順次置き換えていくということらしくて、まあ、先に225系の L 編成がもう1編成できてもうあの外に置かれてた状態なんですけど、まあね、申し運転もでも今4編成かな調べた感じ、今ちょっと移動中調べてたんですけど多分4編成今現時点で出てるような感じで、まあ、恐らく今後も増えていくわけなんですけども、まああの201系も撮影するのは今のうちということですね。大和路線、東線も一応東線にも221系来るみたいなんで、まあ、あの最終的には全部置き換えるんでね、まあ、来るんですけど、まあ、その辺運用どうなるのか知らないですけど、まあ、あのこんな感じに当たり前に201系が走ってるともう今だけになりますね。まあ、あのとりあえずまあ次の平野駅の方に向かっていきたいなと思うんですけど、まあね、今電車行っちゃったんでまたここで15分待たなあかんな。ちょっとこれは完全にちょっと急いだらよかったけど、まあ、あの時間はねまだあるんで一応15分遅れるぐらいは大丈夫だと思うんですけど、まあ、とりあえずね平野駅の方に向かっていきたいなと思います。はい、ということで、日野駅、平野駅に到着です。こちらの駅の乗降客数なんですけども 21,696 人ということで、まあ、2万人いるんですよね、この駅は。まあ一応、まあ、平野、大阪市内ですね、こちらなんで、まあ結構、まあ、乗降客数はまあ2万人いるということで、まあ駅も今、対比駅、対比ができるようになってまして、向こうはどういう線路になってるのかな、これ。まあ、あんまりよくわからないですけど、大和路線基本僕使わないんでね、普段は。まあ、こっちはまあ完全に入って、まあ、真ん中の方、快速が通過して、向こうは、一番奥を快速が通過するのかな。ポイントがどうなってるのかあんまり知らないんですけど、まあ、こんな感じの駅になってまして、まあ、2万人が利用してるということで、ね、まあ、結構、多い方ですかね、2万人。一応、まあ、普通しか止まらない駅になってまして、まあ、15分に1本、まあ、普通の、そこまで多くすぎもなく、少なくもなくという、そういう風な駅になってます。で、平野駅の日の次の駅なんですけど、風ということで、風の駅は福島ですね、環状線の福島まで、ここから、天王寺に向かって、まあ、天王寺のハルカスが見えてますけども、福島の方へ、ここから向かっていきたいなと思います。まあ、おそらく天王寺で乗り換えたら早いんかな、さすがに、うん、旧宝寺まで戻る時間もないと思うんで、さすがに多分その方が早いと思うんですけど、まあ、上駅とかあるんで多分そのまま普通で天王寺で乗り換えのルートになるんでしょうね。まあ、とりあえず次は福島、環状線の福島駅ということで、向かっていきたいなと思います。
福島駅、福島駅に到着です。折り返しの時間があまりないんで急ぎ足に行きますと、この駅の乗降客数はですね、6万212人ということで、まあ、あの大阪駅の隣なだけあって結構多いですよね。で、まああのまあ、6万人なんで、まあ、あの大阪駅もうすぐ目の前でね、まあ、もう隣の駅なんでもう普通に神戸線の線のところも見えてますけども、あれ新快速ちゃうかな、多分関空快速と同じ時間に入ってくるのは新快速ですね。こんな感じに、まあ、あの向こうの神戸線の線路が見えるほどの距離にあるんですけども、まああのまあ、6万人ということで、まあ、結構あの今までの駅の中で多い方ですよね。で、まあ、あの一応環状線の車両全部が止まる駅になってまして、まあ、関空快速、大和路快速、その辺全部止まります。で、特急黒潮号はですね、この下のところですね、あの踏切が微妙に見えるかと思うんですけど、こちらの方を走ってまして、まあ多分ね、時間的にもうそろそろ来るんですけど、多分向こうからの次乗る電車の方が先来るかな、ちょっと多分時間的にほんまにもうそろそろなんですよね。なんで、まあ、あの多分ね、でもどっちにしろないかの上からじゃ撮れないんで、この駅は。なんで、まあ、あの撮影することっていうのはできないんですけども、まあ、あの福島駅、風の駅で福島駅でした。で、まあ、次の駅なんですけども、塀の駅ということで、環状線にあります弁天町ですね。この辺ちょっとあの全体的に 駅が近くありまして、まあ、あの助かってるんですけど、今のところ多分全部大阪府内なんですかね、多分県またいでないんですよね。今のところ寝屋川も寝屋川市、大阪やし、多分この辺今日はほとんど大阪府内で撮影することになるんですけども、確か法の駅が法隆寺ということで、まあ、そこは確かに奈良なんですけども、まああのそれ以外基本的にほとんど大阪府内なんで、今日の撮影ちょっと楽なんですよね。まああのとりあえず、弁天町駅の方に、今から向かいたいなと思います。弁天町に到着です。こちらの駅の乗降客数は6万7662人ということで、結構まああの6万7千人ということで、まあ、結構多いですよね。まあ、あの大阪から、ね、関空快速乗ってもこの駅で降りる人って結構いるんですよ。で、まあ、多分この向こうの、ね、上に環状線より上の3階にね、あの中央線、大阪メトロの中央線が走ってるんですけど、その乗り換え客が多いから6万7千人もいるのか、まあ、でもまあこの辺周りもね結構住宅あるんで、まあ、その辺もあるかもしれないですけど、結構ねあの多分乗り換えもおるんちゃうかな。中央線もね結構あの料金が多いんでね、東西に移動する路線なんで、結構だからあの西九条で乗って弁天町で降りるという人は結構いますね。まあね、あの昼間でもまあこんな感じで、まあ人はそこそこなんですけど、まああのこっち見ていくも、まあ、海遊館に行く時に乗り換えとかね、まあ、あとはまあそんな大した大きいものはないですけど、まあ、あの中央線乗り換え駅になってるんで、まあ、地下鉄と乗り換えがあったら、ね、結構まあ利用者多い駅が多いんで、
まあそんな感じで、まあ6万7000人ということでね、まあ弁天町はそんな感じなんですけども、まあ次の駅もさっき言った通り法隆寺なんですけど、まあさっきね大和路快速行ったばっかりなんで、まあ、結構待たないといけないんですけど、まあ15分、まあ関空、まあ待とうか、まあどっちでも一緒なんですけど、どっちにしろ法隆寺に行くには大和路快速しかないんで、まあとりあえずそちらの方に向かっていきたいなと思うんですけども、まあ一応ねこの駅、まあさっきも大和路快速言いましたけども、まあ快速も全部止まる駅になってまして、まあね大阪環状線で快速通過する駅っていうのは3駅しかないんでね、最初の方に行った芦原橋と今宮とで、今回は行かないんですけども野田駅がね、あと快速が通過する駅になってまして、まあ、その辺はだいたい1万人台、芦原橋で1万2000人で今宮で9500人だったんで、まあそう考えるとまあ弁天町6万7000人と多いですよね。ということで、まあ次の法隆寺の方に移動していきたいなと思います。でまあこれ余談なんですけど、まあまあ、知ってる方も多いと思うんですけど、昔ここの下にね交通科学博物館っていうのがありまして、まあ今は京都鉄道博物館に全部移動してるんですけども、まあ何があったかな、まあ黒潮とかそういうのもありましたね確か。今下見た感じで、ね、駐車場なんですけど、まあ昔ここにあってね、まあ僕も昔子供のところに何回か来ましたけども、まあね多分行ったことあるという人も結構いるんじゃないですかね。まあとりあえずね電車が来たんで移動していきたいなと思います。15時